どうもお久しぶりです。まあちょっとね、またすごい期間空いちゃったんだけど、何してたかっていうとさ、もうシンプルにさ、ずっとさ YouTube 見てて、もうねマジでね全然何もしなかった、それ以外で。そう、動画撮影もそうだけどさ、もうパズドラ自体全然やってなかったんだよね、ほとんど。なんだけど、まあちょっと久しぶりになんかやる気出たんで、ちょっとやっていきます。で、今回これチャレ級いきます。そう、これねちゃんとさ残してたんだよね、これもう実況するために、じゃあちょっと残しとこうと思ってね、いつかやろうと思ってたんだけど、もう今ようやくやりますこれで。なんかさ、今月はなんかダンジョン2つあって、でそのうちの1つがなんか過去の使い回しというかね、過去のダンジョンそのまま持ってきてるらしいんだけど、でね、なんかこれやってみた感じね、これ2つあるうちの下の方が多分それなんだよね。だから今回上の方、これが多分新ダンジョンだと思うんで、ちょっとねこれのチャリ級いきます。で、今回使うパーティーこれです。いやもうね、ここ最近さこいつしか使ってないのね、本当にゴルケイオスしか。いやマジでね、こいつあれなんだよ。で実際ね、俺今さこいつで気功場挑んでんだよね、ずっと。もう3、40回以上多分挑んでると思うんだけどね、まあ未だに勝ててません。まあいつか必ず勝つね、勝ったらまあ動画にしようと思います。でもうね、こいつ使いすぎて、もうこいつのことがね、もう好きでもあり嫌いでもあるみたいな、もうそういう感じでね。そう、俺のねゴールデンウィークはもうずっとこいつと共にいました。はい。でまあパーティーなんだけど、もうね気功場のパーティーそのまま持ってきて、そう今回76なんでね、そう気功場やるときは濃姫リーダーにしてやってます。なんでね、もう完全にアシストとかもそっち寄りなんですけど、でね使ってる中で思ったのがね、こいつなんだよね、カーリー。こいつさ 7C2 個に 10C と神キラーって結構ね工場にぶっ刺さるんだよね。だからね、こいつなかなかね強いっていうことに気がつきました。でスキルもさ6回除と6直陣6ターンで打てるんで、これもね結構心強いんだよね。まあとりあえずねこれやっていきます。いやもうダンジョンやまともにやるのも久しぶりだからな。いやでもね、多分ねもうこいつならチャレ級程度ならもう余裕で勝てると思う。やっていきましょう。いやもうマジでね、パズルもほんと久しぶりだからな。でさ、これ7秒じゃん。はっきり言うけどさ、俺全然パズル得意でもないし、ね。俺みたいなやつがさ、使いこなせるわけがないんだよ、こんなの。まあ、だけど、そんな俺でもね、やっぱり、まあダンジョン攻略できるぐらいに、やっぱこいつが強いんだよね。まあ3色半減っていうのがでかいよな、やっぱ。で、お前ね。まあ、こいつはね、どうしようかな。とりあえず、まあ言ってもな、ちょっと追い打ち組むのめんどくせえから。で、しかもさ、このパーティー何がすごいってさ、このパーティー結構さ、ダメージ軽減スキルいっぱい積んでんだけど、それでね、敵の発揮を無理やり耐えるっていうことも可能なんだよ。もう実際ね、気功場もそういうので立ち回ってきたんで、まあいつかね、動画にして載せるんで、それまでお楽しみにということで。ちょっとこいつはね追い打ちしたいんだけど、回復を呼ぼう。とりあえず、あ待って、回復いらんか。もうあと普通に倒すだけだな。そうだから、さっきさ、まあゴールデンウィーク期間中ずっとゴルケオス使って気功場やってたって言ってたけど、 そのせいでさ、なんかゴールデン期間中さ、すごいいっぱいいろんなイベントやってたじゃん。なんかブラフマードラゴンとかね、なんかスタミナゼロとか、そういうのまともにねやれなかったんだよな。待って、なんかこいつ裏だ。え、あ裏じゃねえな、なんだこれ。なんか根性あるけど、まあまあいいでしょう別に。
まあちょっとね、パズアのモチベーション自体若干落ちてたからね。だけどまあちょっと今日からね、またやっていこうかなと思います。あー、こいつあれか、そういうやつなんだね。いやでもね、このパーティー普通に強いからな、マジで。冗談抜きで本当に。だって実際これでさ、気候上攻略してる人もやっぱいるわけじゃん。すごいよな、ガチャゲンじゃないキャラでここまでやれるってとんでもないよな。だってチャレ級程度さね、俺今すごい、おやばい。いや、こいつね、俺さ、気候上やっててさ、最高到達点がね、13回で、しかもこいつだったんだよ。こいつ倒せなくてさ、そう。いや、ちょっとこれリベンジしようぜ、これ。待ってよ、とりあえずね、いや、どうしよっかな。まあでも特に撃つスキルないな。とりあえずこれでダメージ軽減貼って、ちょっとワンチャン耐えれることにかけて。いや、多分ね、これでね、こいつの発揮を受けれるんだよ、おそらく。まあでもやっぱワンパンしたいね、ここは。いや、ちょっと集中します。あ、やばい、これやばい。やばい、パズル雑になっちゃった。あー、10個もいかんかった。これどう？あ、余裕じゃねえかよ。そう、こんな感じでさ、余裕で勝てちゃうんだよな、これ。今、パズルミスったけど、そう。本当にね、俺みたいなやつが使うのはね、どうかと思うんだけど、それでもね、余裕で勝てちゃうんだよね。ちょっと恐ろしいな、これ。待って、俺さ、9だけにしようかなと思ったんだけど、これ10いこっか、これ。なんか勝てる気がする。まあ、76じゃないけど、まあ大丈夫でしょ。3色で半減貼れるし。ちょっとごめん、もう急遽10まで いっぺんにやっちゃおう、これ。マジか、こいつとんでもねえな。まあちなみにね、カーリー、これ、赤座の武器がさ、体力キラーあるからね、もうラファエル、あいつ神体力両方あるからね、とんでもない火力出すんだよな、これ。まあそれもあってか、余裕で倒せました。まあさすがに多分あいつのステータス、工場ほどもないと思うけどね。いや、なんかあれだな、1週間ぶりぐらいの実況にしたらなんか結構饒舌に喋れてるな。やっぱ今日調子いいかもしれん。しかも今あれだよね、盤面6色なかったよね。6色っていうか5色か。なのに普通に倒しちゃったよあいつ。すごくね、こんななんか適当なこと喋りながらも攻略できるもんな。ちょっとね、こいつは6色ないと。ちなみにあれですね、ゴルケイオスに無効洗剤振ってるんで、これどうしよう。まあ待とうか、普通に。まあ HP もこんだけあるしな、もう余裕で耐久もできるよこれ。なんかそういえばあれだよね、新しい降臨ダンジョンが出るみたいな話だよね。ちょっと名前忘れたけど、いや、なんかチャレジュもこれ勝てそうだな普通に。それともなんだろう、今月のチャレダンが簡単なだけなのかな。こいつどうしよっかな。いやー、覚醒解除は取っときたいよな、さすがに。ちょっと、ルーレットめんどくさいけど。一旦待つか。まあ、3色で軽減張れるからな、全然。耐久も余裕だし。本当に何でもいいけど、多分。チャレラン程度は全然、大丈夫だと思うけどな。でね、そう、気候上なんかすごいやってるって言ったけど、気候上でね、やっぱ何が辛いかっていうとさ、まず辛いのがパール。
で、まあパールだけだったらまあ頑張ればなんとかなるんだけど、パールとねつくよみが一緒に出ると、一緒というか同時に出るとねかなりきついんだよね本当に。そう、なんでかというとさ、ゴルケウスコンボ加算ないじゃん。しかもパールで落ち子なしにされた上でつくよみが急コンボ吸収やるじゃん。あの流れがねマジで辛いんだよ本当に。そう、それが辛いのと、あと後半で言うとね、そうグレモリーとかも結構辛いんだよね。まあ、俺のパーティーが悪いっていうのもあるかもしれないけど、まあてかもうここまで来たら正直もう誰が出ても辛いんだけどね正直。まあでもグレモリーの回数やっぱグランディスが圧倒的に当たりだよな。あ、やべ、軽減張れてねえ、危な。ちょっと待ってよ、あーどうしようかな、ちょっとこれ溜まったらまずいな。待って、どうしよう。あ、イデアル使うか。こいつは、あ、こいつあれだよな、死ぬときなんか覚醒向こうやってくるやつだよね。ちょっとチャレ級若干苦戦気味だな、大丈夫かな。だよね。まあこれはフェゴラン取っといてよかったな。で5回か。あー、なんだこいつ。あ、なんかこいつあれだな、どっかにいたな。なんだっけ、ホッポだっけ、違うな。まあこいつはこれでいいでしょ、もう。ただ闇がねえなこれ。まあちょっとワンチャン闇が降ってくることにかけて、あ、惜しい。いっぱい色作ってきたのよ。いや、こいつめんどくせえな。ちょっと待ってよ。いや、光降ってこねえのかよ。降ってこいよお前。あ、オッケー、これで行こっか。やっぱ56だとさすがに欠損がやっぱあるよな。欠損がめんどくせえなこれ。まあでもこれでもう余裕でしょ。いや強いよこれだって。まあ具だってもね、もう耐久あるから全然余裕で耐えられるしね。すごいよねこれ。今さ半減積んでるからさ、実質これ200万ぐらいまで受けられるんだよ。それがねやっぱすごいよね。で今回ねダメージ吸収は濃姫に積んでんだけど、ちょっと回復がないな。まあここもちょっと一旦待とうか。やべ、軽減入ってない。いや根性めんどいな。そう、3色半減強いよねこれ。まあ敵のダメージもそんなでかくないし、耐久はもう本当に余裕だよなこれ。オッケー、色揃った。変化すんなよお前。オッケー、やばい。あー、やべ、火組めてね。いやでもこれ倒すと、あー倒せるな、うん、そうパズル下手な俺でもね全然使いこなせるから。あー、え、お前ってさ吸収、あー、これすぐ倒さんといかんなこれ。
いやでも、まあこいつの火力あればもう大丈夫でしょう。こいつも。こいつね、グダると結構厄介なやつだけど、まあこのパーティーだったら余裕でしょう。じゃあね、もう最後カーリ使って倒しましょう。ちょっと火が遠いな。いや、なんで最後の最後このクソ人引くの。あ、光組みたかった。まあいいや。まあこれ多分さすがにいけるでしょう。嘘。うわ、マジかよ。え、やばい。いや待て、落ち着け。操作時間は変わってない。いや待って、頼む、マジ頼むって。いやもうさすがにめんどくさいよ。よーしよしよしよし、危な。いやちょっとマジ久しぶりのパズルだったけど、まあいいや。あーよかった、普通にもう9と10両方ね、急遽やることになったけど、いやマジで強いなこれ。いやほんと強いや。そうだよね、もう最後覚醒無国やったけど、もうさ、これ倍率のね暴力でもういけるもんな。これ49って2400倍で、いやそれがいいね。しかもね、最後覚醒無国食らっても操作時間変わんないし。まあというわけでね、まあゴルケオスとね、久しぶりに、いや久しぶりに使ってたじゃないな。まあよかったね、うん。